佐野さんと仲良くなってからトークの、あ、でもモンタね、結局のところコメントが上がっていけばいくなりにうまくどこのコメントを拾うかっていうのはチョイスはできるようになるよな。うん。だから上がんない時にどんな話を拾ってくるかっていうのもあるし、だから今はあの B ちゃんはコメントに助けられてるのかもしんないね。うん。コメントとコラボにね。俺なんかみたいに何の手助けもなかったら、俺は結構拾うからね。この程度のあのコメントなんかどうでもいいんだけど、どうでもいいって言ったら打ってくれてる人に失礼だけどね。コメを読む機会みたいな印象、 B ちゃんが、いやいや俺はコメなんか、まあでもなんかみんなが言ってくれたら俺もああそうなんだって乗るとこは乗るよ俺は。うん。なんかさ、嘘くさい配信者っているじゃん、愛ちゃん。ああ、浜ちゃんありがとう、ブース。ちゃんまほとんどうさんくさいよ、ふわっちは。あかねちゃん、それはお金の面でってことね。お金ください人間になってるってこと。どうなのかね。俺はふわっちは見れないから、現状どうなってんのかわかんない。この間、だから、俺、とこに、あの、あれが来たよ。なんだっけ、深夜食堂、ドレッシング。うん。がめつい人が多いよ。どれは俺の放送、もしかしたらこれ見てるかもしんねえよ。ポコってコメントあげるかもあいつひょっこり来るかもね。おはようとか言いながら、わかんないけど。パクさんこんばんは、おどす。佐野さんち来たよな。あ、俺ち、おう、礼儀正しい人ですよね。うん、変なことしない人だよ。それはもう俺分かってんだけど、
あの宮城みたいなああいうなんていうのいたずらみたいなことはしない。宮城とか養分とかなんか面白ければ何でもいいみたいなああいうことはしない人。うん、純粋にうなちゃんマンと会話してみたいでっていうところがまああるんじゃねえのかな。それでいいなら俺はそれでいいけどさ、ただ俺ら役に立つのか立たねえのかっていう話でさ、まあ今度よ、深夜食堂行ったらちゃんまんが頑張ってやんなって言ってたよって伝えてやって、シャイニング、バラク、おまーす、です。尊敬っていうか、ゲーハーてめえさっき言ったろこの野郎、お前ブロック入れるぞって言ってさっきなんて言ったんだよお前、あこの野郎、おいこの野郎、どこ切んだよ。こんなふざけたこと言ってんじゃねえよ。かぶってんだよ。帽子なんだよ。免除太郎がアカウントを変えてふわっちで復活するみたいな、またそんなことやろうとしてんのか。それはさ、まあベンちゃんが やるんだったらそれをバックアップしようとするリスナーがいるんだったらそれはそれでいいけど、それに反発するリスナーも同じぐらいいるんじゃねえのかなって俺は思うよ。うん、トーマシンディスって来るやつ多いな。あ、ブロックされたくないからでしょ。結局佐野のリスナーなんで。うん。かまってほしくてしょうがない。そっか。ラータいらっしゃい。ギリギリじゃないよ、もう、ゲーハー。うん。マジで。ごとありがとう。どうです。カラム。お帰り。何、向こう行ってたの？なあ。多分そうだと思う。
ダメ。へへ。大体想像つくよ。坊ちゃんのとこに行こう。マーモン？ああ、それは行ってくりゃいいよ。ああ。行きたい人は行ってあげればいいじゃん。ジース、オツ、大西、初見。いや、俺が、だから俺、ブロックされてるから行けねえっつうの。おめえら言えやじゃん。佐野のブロック解除してやれやって。数字だけもらって、最後エンディングは俺の番かよっていう。なあ、じゃね？あ、マモはいつもこんな感じ。うん。まあ数字拾っても残るか残らない。だから自分で言えねえんだって。うん。パータロー待ち？いや、誰のこともパータローはないけど。うん。サナメ、いつもありがとう。うん。ただ、俺 B ちゃんは強いと思う。多分あそこのリスナーはガチガチ固定リスナーがもう完全にくっついてるね。マジで。ああ。ゆりちゃん、いらっしゃい。あれはもう完全に、コテリス、今日はなんかさっき言ってたけど、ラジオで旦那がとコラボやってとか、なんか俺んとこで言ってきたのがいたから、俺ブロックされてっから見れねえし。うん。ナイスボーイに金返した。むしろナイスボーイにお金もらってます。はい。あらす。お年玉みたいなもんで。リュウジって知らねえなぁ。わかんねえ。だいたいそういうさ、ゲイボーイな、リュウジなんていうアカウントって、よっぽど脳みその中が、なんか、変なかぶれじゃなかったらつけねえよ。だから、俺が見落とすはずがないんだよ。だそんなやつは俺んとこ来たこともねえし。うん。
まあ何にしてもね、みんなはさ、インターネットの世界で俺の放送をどういう使い方してるのかなみたいな、まあまあそれで、まあそれはありがたいよ一番。うん、パーコ？どうした？なんかあったん？向こうで叩かれてんだろ？どうせ。うなんとこで爆投げしてるとかなんだとか。よっぽどじゃないと俺は覚えないけどね。6時ぐらいで終わるか。6時ぐらいになったら腹減ってきたな。今日の一食を何にしようかな。ああ、彼もいいよ、いいよ、いいよ。うん。なんだかんだね。いや、出前かんだよ。うん。さすまた、お疲れ。香川はふわっちで、今放送してる、夫人と旅配信。で、四国旅行、来週。あ、どうせマゼが金出すんだよ、それ。うん。それが面白いか面白くないか、あの化学変化が起きるかどうか、あの二人でってことよ。ドルバルムブロックです。さよなら。はい、あのもう一発で入れるから、お前関係ねえんだよ、この野郎。マゼさんに戻ってきてもらいたい？いい、別に。俺はもう今自分で細々と月々25万ぐらいの収益でなんとかやれてんで大丈夫です。ね、かがって相変わらず佐野のクソ食ってんだ。ああ、だから傍若をうまく利用するんじゃない？
だって前はゲルゲを引っ張り出したろ、今度は傍若だろ、同じことやってんだよ。どうでしょう。それは俺が文句言う立場にはないから好きにやればいいんじゃねえのって、まあまあ、俺も文句は言う筋合いないから、あちらさんは旦那さんもいるし、俺の家にねちょこちょこ来てくれてるのはありがたいけど、まあもう鍵もね戻ってきたし、そうかそうかみたいな、ちょっと寂しいなみたいな。通りで香川の店に出入りしてたわけか。あい、あの人は下派？そういうことは、あの人はね、そういうとこはね、ずるいことはあの人はしない人、下派。シャンマン一人がいいよ。雑談？そっかな。まあ、坊ちゃんいても面白いんだけどね、俺的には。やりとりがボケとツッコミで。難しい話になったりするからさ。もう香川グループはもう何でもありになってんのかな。だからおいやんとか、だってこの間俺に LINE かかってきたじゃん、電話で。もう青次郎とかもどうせおいやんに俺を引っ張り出したいだけで、そこに諭吉もいたわけじゃん。もうやめてくれよって、行くわけねえだろって、バカなのかよ。